ここの今の問題は、確かにその義援金とかマンパワーとかボランティア、里親っていうのはすごく必要なもんですよ。座っていいよ、座っていいよ。何座ってるの？ミッションが9月にこう保護活動がその保護依頼って言って、とにかく僕たちが犬見つかりません、猫見つかりませんっていうところに関してこう保護活動に入ったわけです。罠を仕掛けて回収してくるっていう、それでまあ向こうの数字を大体聞いたかもしれないけど、同じ人間としてね。ところがただ今度は獣医として考えて、動物目線で考えると、ちょっと待てよ、そろそろ1年経ったし、犬の猫の一生は人間の1年だとすると、犬猫の一生は4年5年のスピードで過ごしているわけで、まあ、結果的に所有権というものを放棄するようになれば、里親にポイントです。ただ一番獣医として言いたい言いたいっていうのは、その決してかばうわけじゃないけど、やっぱり獣医っていう立場でそのね、ずっとこういう生業として50何年生きてきてるわけだから、決して動物たちを悪者にしたくない、それは偏見じゃない。そういう意味で僕たち今はこれ警戒区域の動物だって、やっぱり獣医としては そういう動物たちを守って、まあ、間接的にだけど、そういう形でやつらっていうか犬猫を悪者にはしたくない。いざ今度動物たちのことをもうちょっと、動物犬とか猫のことをもうちょっと考えたら、新しい里親っていうね、新しい飼い主さんのとこに譲って、以前のような生活を取り戻させてあげるのも、動物たちに生活を取り戻してあげられるのも、あげるのもことを考えることも、そろそろいいんじゃないかな、ということですよ。新しい生活というか、新しいその考えというかね、もうちょっと、もう内々じゃなくて、もうちょっとポジティブにね、その前向きな考えで生活していかないといけないんじゃないかな。その中で、やっぱり動物たちの処遇をきちっと考えて、新しいページをめくるのも、新しい、ページをめくるのも、だから、なんですかね、考えの一つに入れていいんじゃないかなっていうことですよ。うん。